5番サード野村。さあルーキーと3年目という若いバッテリーです、イーグルス。お、最後は変化球。そうですか、フルカウントからあそこに投げられますか。最後は外、落としました、空振り三振です。2者連続三振、これで2アウトになりました。変化球、ボテボテの当たりはサードがカットする。2塁でアウトを取りました。いやー、満塁のベンチしのぎました。さあ、浅間が申告敬遠、これで満塁です。さあ、ノーアウト満塁、ノーアウト満塁と、さあまたインコース要求、当てれば押し出しというシーンで空振り三振。強気のバッテリー攻め。まあショートゴロ、バックホーム、ファーストはダブルプレー。ノーアウト満塁で勝てませんでした。さあ、で今日ホームランを打っているモヤです。ノーアウト満塁の場面、ファーストホームゲッツーは3、2、4と渡っています。いいですね、いいですね。ダブルプレイ、高浜も今慎重に投げたな。3、2、4のダブル打ち上げました。ライトやセンターが声を出します。浅間掴んで3アウトです。ノーアウト満塁のピンチを西村なんとか0点で切り抜けました。ニクソンなんですよね、そこでやはりこうダブルプレーを取りやすいですから、はい、もう最悪、ダブルプレーを取って、まあ1点はしょうがない、しょうがない、空振り三振。見逃し三振。最後はいいところに変化球が決まりました。ピッチャーゴロ、一塁へ突進しました。笠谷、ノーアウト満塁をしのぎました。まあ、野手もね、みんな分かってるんですよね、ですよね、有効にできますよね。お、ただ3球三振、まあ、最後真ん中でしたが三振取ってきました。ここは崩しました、セカンドへのフライ、インフィロフライを宣告されています。木村玉、松沢の前、今度はしっかり取ってベースを踏んでアウト、スリーアウト。ノーアウト満塁という大きなピンチでしたが、石川修太後続を断ちました。ノーアウト満塁です。今日は同点の9回マウンドに上がった松井裕樹。まっすぐ空振り三振、最後は149キロ、高めのストレートで空振りを取りました。はい、三塁ランナー挟まれて松井がタッチをしました。詰まった当たり、ファーストが抑えます。スリーアウトになりました。松井裕樹のワード満塁をしのぎました。しのぎましたね。これでいつでも茂木、さらには銀次と岩崎さんも、最後は曲がり球、太田三振。石川、ようやくこの回最初のアウトを取りました。ありません。外のボール三振、三球三振、これで2アウト。おととい3安打、小深田、変化球でした。連続三振、これで3者連続三振です。ノーアウト満塁で4番マーティン、内野前進守備。セカンド正面、バックホーム、一塁へ投げる、ダブルプレーになりました。マーティンの打球、セカンド三森の正面、ダブルプレー。真ん中は目に入ってきましたけどね。はい、外に寄ります。
バットの先弱い打球になりました。一塁アウト。ただまあここノーアウト満塁になったじゃないですか、はい、この最初のバッターで決まりますよ多分。あ、そのなるほど。で青柳はこのピッチャーゴロゲッツーだとかね、ええ、あるんですよ、はい、だからこの回0点になるかもしれないので、ね、ええ、打つ方にも今度でプレッシャーまたかかってくるんですよね。これなるほど、満塁になったことではその心理的な変化があるんですね、まあ、若月の指示。落とした、空振り、空振りの三振。小川さんの外に構えた、ここは転がしてくる、ショートセカンドアウト、そして一塁ダブルプレーになった。満塁をゼロで切り抜けましたスパークマン。さあこれノーアウト満塁は最初のバッターがねランナー返せるかと。そしてワンアンドワン、これはどうだ、ファーストへの打球はバックホームでどうだ、一塁はどうだ、これもアウトになりました。ダブルプレー、ファーストゴロ併殺。早そうですね。お、そうですね、うん、そうですね、これはちょっとね、さあね、判定はセーフになりました。今日はワンアウト満塁、うん、最後はもう一球来ましたか。来ましたね、うん、3球続けました。このあたりが回のリードなんですか、うん、空振り三振、最後はストレート。2回の裏もノーアウトのランナー出したファイターズですが無得点。さあこれノーアウト満塁で、まあ、百戦錬磨とはいえマウンド上武隈この大ピンチでマウンド上がらなきゃいけない、まあ、りました。慣れてますからね振り取れるボールはそれかなと思いますけども、ね、内野フライ浅いぐらいですね。センターフライタッチアップの構えはしていますがスタート切らない。センターフライ、外した三振。まっすぐ三振。